どうも、菅原大地です。横浜ハンズゴルフクラブからお送りしております。本日は私の練習に関する動画でございます。私事ですので、興味があればですね、ご覧になっていただければ嬉しいです。ということで、この2021年冬ですね、私はこんな練習しかしませんということで、今から自分のもうスイングをですね、変えるためのこんな練習をしてますということで、ボソボソ練習やっていきたいと思います。クラブはですね、9番アイアンですね。9番アイアンで、まあ、ちょっとこの練習器具を取り付けて、1月はですね、ラウンドの予定も入ってないと思うんですよね。入ってないので、で今日は関東地方、明日からか緊急事態宣言発令ということで、まあいろいろ予定もキャンセルにしてですね、まあ自分のスイングをやっぱり見つめ直して、徹底的に直していこうということで、こんな練習をしてますという、今日はお話をしていきたいと思います。この位置でボールが見えるかな。数年ですね、やっぱドローボールをですね、しっかり精度上げていこうということで、飛距離アップ、そして自分のドローボールの精度を磨いてきたんですが、まあそれはそれでいいんですけど、フェードも打ちたいなっていう、フェードボールも打てるようになりたいなっていうところがですね、この1、2年取り組んできたことで、でも未だにしっかりフェードボールがですね、まあ、以前に比べたらちょっと打てる時もあるっていうくらいで、ほとんどやっぱり変わっていないっていうのが実際現状ではあるんですが、まあ、変えなくてもいいんですけど、ちょっと変える、どこまで変わるのか、やっぱり自分自身チャレンジしてみたい、スイングを変えるのがですね、自分も好きなので、スイングをその変えることで、より精度の高いゴルフがもっと上を目指す上でですね、できるんじゃないかなっていう、まあ、それができればもっと上が目指せるのかっていう、そういうチャレンジ的なところですね。別に変えなくたっていいんだけど、やっぱり変えることでどうなるのかっていうのを、やっぱり自分自身ちょっとこう実験していきたいっていうのがありまして、ちょっと急激に変えていこうということでございます。で今ですね、何をやってるかと言いますと、2つですね、大きく分けると2つ、スイング軌道をインサイドから入っていたものをよりストレートにしていこうと、まあ、今はもうアウトサイドインくらいのつもりにしております。そしてもう1つはフォロースルーにおいてのフェースの向きですね。今までですね、フォロースルーでフェースがこれくらいやっぱターンしてましたね。でまあインパクト、ドローヒッターなので、インパクトフェースが開いていて、で右にボールが飛び出して、フェースがこんな感じでターンしてるような感じで、させてるっていうか、してる、してたっていう感じで、やっぱり最近のプロの方のスイング見てても、まあターンしてる方って割と少なくて、やっぱりこのくらいのまっすぐくらいですかね、まっすぐくらい、あんまりこうやっぱターンしてない、でもってしっかり捕まった球を打てるというところで、このインサイドからの軌道、右にしか出せなかった軌道をまずストレートにして、かつ、フェースコントロールを抑えて、まあ、結果フェードボールをですね、習得しようと。でもし習得できなくても、この練習をすることでインサイドの度合いが少なくなればいいなというところが練習の最終目標ですね。ドローボールでもいいんですけど、最終的にインサイドの度合いを少なくすることで、よりストレートに近い、ねじれの少ないドローが、まあ、最悪打てればいいと。でもフェードもちょっと打てるようになってみたいなっていう、今までの、まあ、10年間、まあ、10年前からドローボールではないんですけど、最初はスライスだったと思うんですけど、気づいたらドローボール、ドローヒッターになってたんで、まあ、ちょっとフェードをね、習得する過程を自分でちょっと研究していきたいなっていうところです。で何をこれで変えてるかというと、まずこう上げる場所、インサイドにヘッドが自分の中で上がってた、まあ、スタンダードのポジション、基本のポジションはこのくらいだと思うんですね。手元とヘッドが重なるポジション、まあ、それをもうちょっとですね、手もヘッドの位置も少し外側に上げていく感覚です。ただ手で外に上げるだけじゃなくて、体はしっかり右を向いて、体と手の一体感をしっかりキープしつつ、そして左にこう振っていく、まあ、今みたいにですね、こうスライスフェードになれば OK という
感じです。でやってる練習としては、ターゲットに対して絶対に右に出ないようにすること。必ず左に出る。右に出るのはもうフェースがターゲットよりも開いちゃってるんで、これはドローボールの打ち方になってきちゃうんで、必ずフェースがやっぱ閉じて、ターゲットに対して左にボールが飛び出て、かつフェードしてくるためにはここでローテーションを抑えて左にこう振っていく、こういう形です。上げるところ、ダウンスイングからフォローにかけてのちょっと手の動きをこの練習器具を使って変えてるっていう感じですね。で距離的にはですね、9番円でおよそ100ヤードくらいを目安に打っております。足つる、もちろんこう体の使い方、手の感覚、いろいろなポジションの確認もありますが、一番はまずここのテイクバック、ここでしっかりお尻の張り、右足の張りを感じて、フォロースルーではハンドファーストの形をキープして、これはいい感じ。フェースがですね、この時に帰るというとこっちになってくるんで、帰っていないようにということですね。スライスじゃんって思われるかもしれないですけど、まあ、自分の中ではそれでいいということですね。単純にこう右からドローっていうのはこう簡単に自分の中では出てしまうので、まあ、こう持ち玉ですよね。いかにもう右に出して捕まえていくのはもう楽々できるんで、この逆球を練習してるっていうことです。アドレスもしっかりで、あとグリップも結構変えてますね。ドローからフェードスライス今ちょっと練習してるってことは、グリップもちょっとですね、持ち方、絞り方がちょっと変わってる感じ。これいい感触で打ててます。今のは風は左から右なんで、ちょっと右に曲がりやすい風ですが、グリップからですね、グリップアドレスをしっかり丁寧にやって、まず上げ方、この子でいつもと違う感触を確かめて、右足のしっかり張りも感じて、フォローからですね、フォローするフィニッシュにかけてフェースをできるだけねじらない。これはいい感じです。自分の中ではああいうスライスフェード系ってやっぱり普段苦手なショットなんで、まあ、いつもと全く違う真逆の動きを今練習しているということですね。右足の裏がちょっとつりましたね。ちょっとできたくらいで焦ってフルショットに行かないことです。まあでもそんだけ、これだけ見ててもつまんないんで、ちょっと最後何球か大きいバージョンも打ちたいと思いますが、ここで右の足の張りを感じて、フェースがしっかり左向いて入ってくる。OK。自分としては理想的な、まあ、当たり方ですね。ちょっと大きく振ってみましょうか。基本はターゲットより右に出てドローフックになってたのが今までの私のスイングです。当然フィニッシュもね、変わってくる。スイング軌道、フェースの動きが変わると、悪くないですね。とにかくドローフックにならなければいい。今までと違う逆球が出てくれれば、今の練習としてはやりたいことができているといった感じです。上げるところ、結果ダウンスイングの軌道が変わって、フェースインパクトのフェースの向き、フォロースルーのローテーションが変わってくる。これはちょっとフェースがやっぱりまだ開いてる、今までのこう癖で開いてるという感じですね。でそれが悪かったわけじゃないんで、やっぱり何度も言いますが、今までの自分も悪かったとは思ってないです。全然それはそれでいい。ただもっとこれをやることで高いこうレベルのゴルフができるのかどうかっていう挑戦ですね。
やっぱりまだ大きく振るとちょっと今までのフェースの形で降りてきちゃいますね。でもそれでもこの機械があることでちょっと違うっていう感じがすぐに分かりやすい。この器具なしで最後ちょっと打ってみましょう。これはなかなかいいショットが打てましたね。ピッチングですが、あれがこう、これだけ、まあ、すごい時間をかけて今意識をして打ったんですけど、もっともっとこうやるべき意識がですね、まあ、少なくなってあのボールが打ててきたらいいなっていうところで、この9番アイアンをですね、しつこくまだまだ練習しなくちゃいけないなと思ってるんで、まあ、ラウンドが入ればですね、ちょっとラウンドの前日くらいはもう、ね、ドライバーとかちょっと打っておかないと、ね、同伴者の人に迷惑かかっちゃうんで、よりこう精度を磨いていくということで、冬は。まあ、スコアは全然求めてなくて、自分をねこう変えるやっぱりいいチャンスかなと思ってこんな練習をしてますっていう、今日は私の練習動画をお送りさせていただきました。よろしければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ありがとうございました。